皆さん、こんにちは。メディカルディユース合同会社の荒牧と申します。本日の業務お疲れ様です。さあ、本日のテーマなのですが、看護師転職シリーズ、看護師の面接の前にする準備についてお話しさせていただきます。で、面接のする前の準備っていうのは必ず必要になってきますので、どういう準備をすればいいのかについて本日お伝えいたします。まずですね、まあ、病院にですね、中に入った瞬間、こうやって緊張がカチカチになってたり、もう、入る前からブルブル増えたり、もう、緊張感があってですね、また失敗するんじゃないかっていう不安があって、前向きになれない。そういう看護師さんも中にはいると思います。そうならないためにですね、必ずですね、面接のする準備っていうのは必ず必要となっていきますので、スムーズにですね、面接にする準備について本日お伝えいたしますので、もしよければ最後までご覧ください。本日の目次なのですが、まず一番目に、看護師の面接前にする準備とはどういう準備かっていうことと、二番目にですね、看護師の面接の時にですね、気をつけることはどういうことか。で、3番目にですね、じゃあその質問にですね、うまく答えるポイントについてお伝えいたします。で、まずはじめにですね、看護師の面接する前に準備するものなのですが、まず基本的にはですね、面接先の基本情報をですね、必ずチェックしておいてください。これはですね、理念や方針などを把握して、最低限の病院の情報を知っておくということで、これは自分が受ける病院のホームページを必ず行く前にですね、確認するようにしてください。どういう人物が欲しいのかとか、どういうところに力を入れてるかとか、そういうのを皆さん見てですね、ここを面接受けようと思ったと思います。で、これをことをですね、知っておかないとですね、何か質問ありますかっていう質問あった時にですね、今看護師さんは何人くらい働いてますかって聞いた時にですね、それはもう基本的にホームページの方に載ってるって場合があります。で、載っているのにもかかわらず、それを質問するってことはですね、相手側のホームページを全く見ていないっていう思われてしまって、その時点ですね、落とされてしまう場合がありますので、必ずですね、事細かくですね、病院のホームページの方を必ずチェックするようにしておいてください。次にですね、面接に必要な持ち物なのですが、まあ、これ基本的に、まあ、履歴書とか職務履歴書などですね、あと筆記用具、メモ帳、まあ書類は各病院で近かったりする場合もありますので、そこはちゃんと確認していただきたいのですが、で、必ずですね、ここで注意しておいてほしいことが、履歴書とか職務履歴書などはですね、書類はですね、コピーしておくようにしておいてください。で、必ずその履歴書とか職務履歴書を見てですね、面接官のことはあなたに質問していくので、それで自分が履歴書とか職務履歴書にどういうことを書いてたのかって覚えておかなくてはいけませんし、質問された時にですね、なんか違うことを突然言ったら、この子大丈夫って思われてしまう場合もありますので、必ず履歴書とか職務履歴書などはコピーしておいて、自分の手元に置いておくようにしておいてください。で、次のですね、面接の職場までの行き方なのですが、これはですね、面接の職場に最低でも5分前には着くようにしてください。まあ、5分から10分ですね、着くようにしておいてくれればいいと思います。で、中にはですね、ちょっと軽く勘違いして、まあ私もやったことあるんですが、40分前ぐらいに来てですね、早く来ましたってことをアピールする、私はやる気ありますっていうことをアピールするのは NG です。これはですね、逆にですね、その面接に受ける病院側にもものすごく迷惑かかります。2時に来てくださいって言われてるにもかかわらず、40分前に早く着いて、私はやる気あります。それ早く来たから偉いんだ。それは勘違いです。早く来て、この人やる気あるなって思われるかもしれませんが、その面接する病院側から言えばですね、逆に困ります。そこの会議室を開けて面接をするっていうことにもなったにもかかわらず、40分前に来てもですね、そこの会議室空いてるわけでもない状態で来られても、他のところで座っておいてください。
ていうことがあれば大丈夫だと思うんですが、逆にですね、それも失礼になってしまいますので、そうやってですね、早く来たアピールは必ずしないようにしてください。早く来たらですね、必ずなんか近くの喫茶店とかで落ち着いて面接の準備をするようにしていただければいいと思います。で、やはりですね、面接の職場までの行き方なんですが、その前にですね、必ず知らない街でいきなり道に迷うかもしれませんよね。駅から徒歩5分って書いてあったのかかって、どこなの、どこなのって迷いまくって、結局30分ぐらいかかって遅刻してしまった。そうなってはいけませんので、その前にですね、必ず事前準備として場所を確認してですね、道に迷わないようにしておいてください。その方がですね、全然いいと思いますし、いきなりぶっちゃけ本番の時にわからない道のとこ行って、失礼がないようにしていただきたいと思いますので、その前にですね、ちゃんと道をしていけるかどうか必ず確認してからですね、面接の方を受けるようにしてください。で、次ですね、面接の受け答え方の練習を必ずこれ準備しておいてください。やはりですね、面接は練習がとても必要となってきます。ですので、家族や知人に頼んで練習するようにしてください。またですね、転職サイトのコンサルタントの方に頼んでですね、練習して、ここは避けないよっていうアドバイスをもらっても全然いいと思いますので、やはりですね、人に見てもらってですね、練習して自分がどこが悪いのかっていうのを確認していただければいいと思います。で、次にですね、看護師の面接の時に気をつけることなのですが、まずはじめにですね、身だしなみを整える。これは当然といえば当然なのですが、男性の方とですね、女性の方、それぞれ違いがありますので、まず男性から見ていただきたいのですが、長すぎず清潔感のある髪型にする。なるべくですね、短髪にしていただいてですね、耳を出すようにしていただいて、長すぎずですね、清潔感のある髪型にしていただきたいと思います。で、次にですね、ひげもしっかり剃る。男性もですね、私も男性なんで、ひげをしっかり剃るっていうこともですね、やはり大切にしていただきたい。ひげが残ってるとですね、やはり印象悪くなってしまいます。で、次にですね、黒や紺など落ち着いた色のスーツ、また靴とかバッグですね、落ち着いたスーツとか靴とかバッグの方を選んでいただいてですね、整えるようにしていただければいいと思います。で、次にですね、ネクタイの色は派手すぎないということで、ネクタイの色でも無駄に派手すぎてもですね、あまり良くありませんので、派手なネクタイをするのはよしましょう。で、最後ですね、爪は短く切って整えるように必ず、前日する前に必ず行っておいてください。で、次にですね、女性の場合はですね、健康的でナチュラルメイクということで、あまり濃すぎないようなメイクをするようにしてください。次にですね、長い髪は束ねて、色は明るくすぎないということで、色があるような髪型で皆さん面接を受けることはないと思うんですが、基本的に黒で面接を受けるようにしてください。で、次にですね、落ち着いた色のベーシックなスーツということで、基本的なベーシックなスーツを着ていただければいいと思います。で、次に、ストッキングは肌色。これも基本的な普通のことだと思うんですが、あまり色のついたストッキングを履かないようにしてください。で、最後ですね。ネイルやマニキュアはしない。女性はネイルとかマニキュアをする人もいるので、それは絶対しないようにしてください。これも、あと男性の一番下の爪は短く切って整えるっていうことと一緒になりますので、女性の場合はですね、ネイルとかマニキュアはしないようにしてください。次にですね、気をつけることとして、緊張しすぎないっていうことなんですが、どうしてもですね、面接受ける前とか、知らない街でですね、面接を受けるので、どうしても緊張してしまうのは仕方がないことなんですが、じゃあその緊張のほぐし方なのですが、まずはじめに、深呼吸をする。深呼吸してですね、落ち着いてください。で、次にですね、ポジティブに考える。
まあ、1回面接落ちてしまってですね、自分はまたこの面接ダメなんだって思わないでですね、ポジティブにですね、まあ、この前ダメだったけど、前向きに次頑張ろうっていうことで、ポジティブに考えるようにしてください。で、次にですね、事前準備の徹底や練習を繰り返す。まあ、一番これが大切ですね。面接の練習とか、何が自分がいけないのかっていうのをなくしてからですね、面接を受ける。全く違いますんで、必ずですね、面接の練習を繰り返してですね、事前準備しておいてください。で、次にですね、好きな音楽を聴く。まあ、電車の中でですね、好きな音楽を聴いて落ち着きながらですね、まあ、面接を受けるっていう形をとっていただければいいと思います。で、次にですね、最後ですね、自分へのご褒美。やはりですね、面接が終わった後、自分へのご褒美。これマジ贅沢っていうことで、贅沢な、まあ、終わればですね、もうほっとするっていうことで、自分のご褒美っていうのがプラスになっていきますので、そのご褒美があるんだと思ってですね、面接を受けるようにしてください。ここで宣伝を入れさせてもらいます。私はですね、主にですね、病院のリサイクル推進会社として、こちらの感染性医療廃棄物阻止装置を主に販売しております。こちらの阻止装置を導入した病院様は、2年で6000万以上のコスト削減につながりました。また、炭素税対策として年間300万以上のコスト削減にもつながります。もしよければご検討の方よろしくお願いいたします。一般の看護師さんであればですね、看護師長さえ院長先生にこういうものがあるよって教えていただければ幸いです。次にですね、私の方ですね、無料プレゼントゲットといたしまして、電子書籍2冊の無料レポート1冊プレゼントの方を行っております。こちらは看護師さん向けのメールマガになっており、欲しい方はですね、ご登録の方よろしくお願いいたします。また、LINE アットの方はですね、どちらかというと転職向けの LINE アットとなっており、こちらもですね、電子書籍1冊の無料レポート1冊プレゼントの方を行っております。こちらはですね、転職ガイドとですね、面接対策の質問集がプレゼントされますので、どちらも無料ですので、ご登録の方よろしくお願いいたします。で、最後にですね、質問に上手に答える面接のポイントといたしまして、まずはじめにですね、面接は会話だという意識を持つっていうことで、どうしてもですね、面接はこういう答え方をしなくてはいけない、こう答えれば大丈夫とか、ネット上では書いてあるのですが、それはですね、あまり書いてあるだけのことを覚えて言ったところで、自分の本音っていうものを出しているわけではありません。ですのでですね、完全に暗記するとですね、感情がない話し方になってしまうということで、面接官の方はですね、すぐ見抜いてしまいます。じゃあどうすればいいのかというとですね、面接はですね、基本的にコミュニケーションを取る場といたしまして、まあ、コミュニケーションを取る場だからといってですね、まあ、何でもペチャクチャペチャクチャ喋ればいいっていうわけではないのですが、やはりですね、コミュニケーションを取る場としてですね、そういう考えを持ってですね、面接を受けるようにしてください。ですのでですね、まあ、暗記するのはいいと思うんですけど、丸暗記をそのまま頭の中で思い出しながら言うってことはですね、もうその時点ですぐ面接の人は落としてしまいますので、そうやってですね、まあ、暗記はありながら頭の中でスラ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 組み替えて喋れるようにしておくっていう形を取るようにしてください。で、次にですね、最低限のマナーを持って質問する。まあ、これが当たり前っちゃ当たり前かもしれませんが、なかなかですね、最低限のマナーを持って質問するっていうのも難しい部分もあります。これはですね、直接的な表現を避けて質問するっていうことで、あまりですね、給料のこととか休みのこととか、そういうことをですね、まあ、基本的に先ほども言いましたが、ホームページとか求人のところにも載ってあることなにもかかわらず、給料はいくらぐらいもらえますかとか、休みは取れるんですかとか、そういう質問をする時点でですね、面接官の人は、この人何なのっていう感じで落とされる場合もありますので、直接的な表現を避けてですね、質問するようにしてください。それですね、面接の場でですね、すべて話さなきゃいけないんだって思う方は中にいると思うんですが、面接の場でですね、すべて別に確認しなくても大丈夫ですので、無理してですね、すべて確認しようとかいうことで、あまり質問を多くしすぎてもですね、よくありません。で、次にですね、ポジティブな回答を心がける。ということで、
もちろんですね、ネガティブな回答、前の職場がものすごく嫌で、ものすごくパワハラでとか、どうのこうのとか、言いたい口は分かるんですけど、それを面接官の人から言えばですね、じゃああなたこの病院でやっていけるのって読まれて、すぐ落とされてしまいますので、やはり先生、ポジティブな回答をなるべく心がけるようにしてください。やはりですね、前向きに仕事をできる印象を与えることがものすごく大事ですので、前の職場ではこういうことができなくて自分の力不足でって、ちゃんと自分が力不足だってことを認めるようにですね、伝えるようにしてください。そこの職場のここが悪いから就職しましたって言い方は絶対やめるようにしてください。最後までご視聴ありがとうございました。私の YouTube チャンネルでは主に看護師さんの悩み、また転職についての情報発信を主にしております。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。Twitter の方ではですね、基本的な看護技術のポイントや看護師さんあるあるなども配信しておりますので、もしよければフォローの方もよろしくお願いいたします。本日は以上です。